横浜市青葉区倫理法人会小川貴之会員はい。皆さんおはようございます。青葉水曜日のパワースポット横浜市青葉区倫理法人会へようこそおいでくださいました。実は今日初めて、僕8月に、去年8月に入会してるんですね。で1年経って初めての講話をさせていただくことになりました。入会してからちょっといろいろありました。ここに通えなくなってしまった時期も実はあるんですけども、いろんな人の言葉に、救われて、いろんな人の支えがあってですね、今日この日を迎えられたので、もう本当に皆さんに感謝しています。今日、まあ簡単にじゃあ僕は初めて話すのに慣れてないんですけれども、簡単に、自己紹介をさせてもらいたいと思います。これどうやってやるのかな、はい、大丈夫、共有これではない、ズームの方こっち、あ、はい、はい、あ、画面の共有、はい、すいません、あ、はい、はい、はい、すいません、あ、すいません、はい、出ましたね。はい、まず青葉区倫理法人会で、スライドショーに、スライドショーしましょう、スライドショーにしよう、はい、ぜひスライドショー、ん、プレゼンテーション、あ、パワポじゃないんですね、これ Google スライドっていうのを使ってですね、はい、はい、ごめんなさい。僕は25歳まではサラリーマンやってました。それなりに高校出て、ちょっとやんちゃやりまして高校はすべて、高校出て大学はすべて、失敗してます。自分で25歳で、独立起業して、ちょっとそれから、会社を経営するのにあたって勉強しなきゃいけないなと思って、国学院大学に、26歳の時に入学しました。まあ入学したきっかけは、ね、実はちょっとやり合った弁護士がいて、その弁護士がですね、その弁護士のことをちょっとね、僕喧嘩で、口喧嘩で負けるのすごく悔しかったんで、訴えちゃったんですよ、裁判で。で訴えちゃって、で引くに引けなくなって、これはちょっと勉強しねえとこの人に勝てねえなと思って、それで大学入りました。でも実際に、ちょっと、あ、もう勝ち目がねえなと思って、裁判の方は取り下げるんですけど、その相手の弁護士はですね、その後日弁での会長になって都知事まで立候補しちゃいました。あんま言わないでくださいね、もう忘れようとしてる過去なんで、はい、それから、まあ金融会社だったんですけどね、まあ、取り立て屋っていう世の中では言われてましたけど、その会社をやりまして、32歳の時に、まあ、地元の後輩がですね、お店をもう辞めてしまうっていうから、じゃあそのお店辞めるぐらいだったらちょっと自分にやらせてくれないかってスナックを始めました。で、まあ、いわきっていう名前のスナックだったんですけれども、まあ、ちょっと僕小川っていう名前なんで、でそのいわきっていうスナックは親子4代続いていたみたいですね。おじいちゃん、お母さん、お姉さん、妹って続いて、僕が引き継いだんで、全然血がつながってないんです。これいわき市出身の人が始めたんですけど、全然血がつながってないのに、町で会うと知らない人からいわきさん、いわきさんって言われてしまう。自分の名前変えた方がこれはちょっとビジネスになるなと思って、小川って名前変えました。それが、まあ、2010年なんですけど、まあ、このスナックはですね、去年、コロナで、まあ、もうカラオケバーっていうことは、これ2010年までは女の子を使ってたんですけど、まあ、2010年から10年、約10年、去年までは一人で、オペレーションしてました。まあ、僕一人でやってたんですけれども、まあ、昨今の事情の
3密の極みの、商売なもんでね、これはビジネスにならねえと思って、去年、売り飛ばしました。6月に売って、それでまあいろいろと、なんか新しいビジネス、なんか始めなきゃなと思っていろいろと、ビジネスオンラインなんスクール、オンラインビジネスオンラインサロンとかにまあいろいろと入ったりとかして、そこでまあ鴨頭さんっていう、まあ有名な講演家、意外と鴨頭さん名前僕の中では売れてる人なんね、倫理やってる人には有名な講演家ですよね。鴨頭さんって知ってますかっていうのを僕ね、この講話をやるにあたって周りにいろいろ聞いたんですけど、認知度大体4割ぐらいから半分は知らないですね。いろいろと鴨頭さんという人に影響を受けたんです、影響を受けて倫理入ったんですよみたいなこと言っても、鴨頭さんって誰ですかっていう感じなんですけど、まあ、鴨頭さんの影響で僕はこの人かっこいいなと、でこの人が倫理法人会で話をしているっていうのを見て、あれこういうなんとか後継の経営者を育てる学びは近所にあったらいいんじゃないかと思って、で朝日倫理法人会じゃあ作っちゃおう、作ったからなんか自分も勉強できるし後継者も育てられるしそれはいいなと思って、倫理法人会に入会したのが、まあ、きっかけだったんですけど、その時入会した当時にはですね、僕は100社がないと単会が立ち上げられないというのは知らなかったんですね。入ってからですね、その100社を作らなきゃいけないっていう壁にすごく悩んで、それどころじゃないんですね今ね、青葉君今日他の段階から来られた方は見てお分かりになったと思いますけれども、伸びしろしかない段階です。はい、実は今日49社ですか。はい、今日時点で49社っていうことは、実は7月19日までに50社達成してないと、この行動期っていう旗を返さなきゃいけないっていう、そんな条件があるんですね。でそれを8月19日まで待ってくれって今言ってる状態で、あと1社、入荷してもらわないと、この行動期を返して、準倫理法人会で聞いたことあります？準倫理法人会で昔横須賀が立ち上がった時は準倫理法人会だったらしいんですけれども、その準倫理法人会に格下げになるという期限が迫っております。僕はそんな中で講話をやらないかと言われて手を挙げました。だから自分の単会を立ち上げるなんていうことはもう夢のまた夢の状態です今は。それで僕は、貸金業、過去の話に戻りますけど、貸金業協会、貸金業と、飲食業の2つのビジネスを経験してきてるんですけど、貸金業の時の県のお役っていうのは、苦情処理委員会が副委員長までやって、あと業務指導委員と、あと、もう一個なんだ、法制対策委員か、総務部会っていうところで法制対策委員っていうのを、3つ県の役はやりました。で、このバー、カラオケバー小川っていうのを、飲食店でやるんですけど、そこの飲食店の時は、県にはね、清涼組合っていうのがあるんですけど、生活衛生同業組合って、大体こういう商売やるとそういう清涼組合っていうのがあって、この中にも多分美容部の精営業組合の理事の方もいらっしゃると思うんですけどね、飲食業の方の精営業組合の、青年部長、2020年で辞める当時は僕青年部長、県の青年部長やってました。で広報部も、いろいろと経験されて、もともとはね一番最初は、ね、PTA の広報委員から始めたんですよ。高校の広報委員で、そこでカメラを覚えましてね、県の広報、飲食の方もだから 支部の方の、広報も担当させてもらって、これがきっかけでですね、今日お話しするエコキャンドルのですね、キャンドル、飲食店の廃油を、飲食店の廃油をですね、ろうそくにこうね、変えるっていう、そういうことが
そういう事業に、手を加えるきっかけになりました。まあで今の仕事なんですけど、今はですね、パラレルワーカーです。先ほどお話ししました鴨頭さんっていう、方のですね、講演が働き方革命っていう講演が2年ほど前にあったんですけど、そこでこれからの仕事はパラレルワーカーだという、まあお話があってですね、即実践をしております。パラレルワーカーで、まあまあ一つちょっと特徴的なのがですね、僕、公務員が働き方改革で副業できるようになったんですね。で僕はだから今小学校の職員やってます。去年まで、希望学科小学校で今中沢小学校の、職員をやっております。で、この輪に入ると朝起きの実践っていうのがあって、その朝起きの実践っていうのができなくて僕すごく悩んだんですよ。それがまあ鬱になる一つの原因ではあったんですけども、朝起きをなんとかですね、自分実践するためにですね、パートを始めました。5時半にね、老人ホームの、まあサニーステージ二間川っていうところがあるんですけど、まあ、そこで、朝食の今盛り込みやってます。朝食のね、それを作る、まあ、調理師さんが作ったものをこう盛り込んでくるっていうすごい作業なんですけどね。まあ、働いてみたらね、もうすごく分かると思うんですけど、もう現代版プロレタリアートですね。もうため息つく暇ないですね。非常に忙しい仕事です。そうだけど、朝時間を非常に有効的に活用できるっていうね、すごい学びがありました。ちなみに、だからこのパラレルワーカーっていうのをすごくおすすめなんで、パラレル、何ですか、もし、ご存じない方はね、これ、鴨頭嘉人さん、働き方改革で YouTube 検索すると出てくるんで、36分ぐらいからもう解説してくれますんで、ぜひご覧になってください。まあ、ネットは、まあ、Google とか、Amazon からもお金いただいてます。で、まあ、商品販売、昔飲食店やってたんで、チケット販売はベースとかストアーズ使ってました。まあ、今、あんまりこういうのは使ってないですね。あとね、インフォリパブリックっていうのを、ね、ご存じなかったらいらっしゃいますかね。投稿してね、投稿をこう投票していくとね、投稿、素晴らしい投稿にはこうみんなが投票してくれってシステムが、まあ、あるんですけど、僕98年から会員で、未だに賞金もらってます。あと、まあ国内株式は、まあ、大体30銘柄で、海外は、Google と Facebook 2銘柄ですね。 Google はアルファベットっていう会社なんですけども、A 株、議決権が行使できる方の A 株の、まあ、不動産とか、まあ、ここら辺話すると多分35分があっという間に終わってしまうと思うんで、まあ、暗号資産は、ね、これじゃあな読み方だけ、ビットコイン、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リスクで、リスクっていうのは10リスク以上持ってるとステーキングリワードって言って、まあ、利息みたいにもらえるんですけども、そういうのやって、あとね、ディファイっていうの皆さんご存知ですか。ディセントラルドファイナンスって言って、まあ分散型金融とか言われますけど、まあ、ディファイはやっとくべきだと思いますね。今日税理士さんの先生いらっしゃいますけど、ディファイって最近なんか話題になってませんかね。うん、まあ、ディファイっていうのもすごく、これからおすすめ。僕はもう将来的にはビットコイン、これこれからもしやってない人でやるとしたら、もうビットコイン一点でいいと思います。これはもう将来基軸通貨になると思って運用しています。運用の方法はドルコスト平均法というやり方なんですけど、ご存知の、あ、わかりますね。うなずいてた。ドルコスト平均法で運用しています。これ喋り始めると多分35分あっという間に過ぎてしまって次は、あれどうやるか。で、僕は朝日エコキャンドルナイトっていうね、イベントをですね、2015年ぐらいからやってるんですけれども、これはですね、子どもからお年寄りまで楽しめるように地元の飲食店から集めたこの廃油ですね、これを再生したエコキャンドルをキャンドルアートにして灯す活動をやっています。で国際目標である SDGs、 これを貢献していることをアピールするとともに、まあ、地域活性化測ることを狙いとしてですね、毎年本村新聞社節分祭と朝日ジャズ祭りの会場に合わせて、会場の一部をお借りして開催させていただいています。
で、まあ、キャンドルライトっていった場合、キャンドルをね、並べていくと、まあ、アートになると。まあ、そういう、ただアートにするだけじゃ面白くないんで、まあ、なんすか、中学校の美術部に、並べてもらおうと。で、そのキャンドルに、キャンドルホルダーとして小学校に頼んで、小学校の、授業に、まあ、テーマ、毎年なんかね、テーマを決めて、この時は節分祭のテーマを、あとは、50年後の旭区はどうなったらいいだろうかということで、小学校にテーマを与えて、絵を描いてもらって、それを上からかぶせてね、まあ、本宿小学校と、まあ、うちの子が二俣小学校で、二俣小学校で、こういうキャンドルの、キャンドルホルダーを描いてもらって、キャンドルを灯すと、ホルダー上に置くとかね。で、なんでこれをやろうかと思ったかっていうと、やっぱり子供たちがワクワクするようなイベントにしたかったっていうのがあって、まあ僕自身はやっぱりね、子供がいるから頑張れた、飲食店頑張ってこれたっていうところがあって、まあ妹の作品を兄貴が演出すると、兄貴が、2016年当時は、牧原中学校の美術部にいて、でその下の、僕子供5人いるんですよ実は5人いて、その一番下の子がまだよ、昭和幼稚園に通ってたんで、幼稚園の、まあ通ってる妹がですね、描いた絵を、ね、まあ、昭和幼稚園にその当時は頼んで、幼稚園の描いた絵をですね、兄貴が演出する、そんなイベントを見てみたいということで、地元のお宮を使ってですね、こういうキャンドルナイトっていうのをやらせてもらいました。で、またね、このちょっと本村神宮社というのが一つ、もう自分のところでは、ね、パワースポットになっておりまして、これね、実は、17年前に、社殿修復工事をやった時に、私氏子世話人だったんですね。氏子世話人というのは自治会町内会から代表者を出すんですけども、私は当時はね、旭ヶ丘町内会っていうね、二俣川二丁目の方の自治会に、所属しておりますね。そこのまあ理事って言ってもね、自治会に入っている方ご経験されたことありますけど、大体当番制でこう回ってくるんですよ。で回ってきて、まあ旭ヶ丘自治会の理事やってたもんで、でその中で、まあ、古くから住んでる小川さんだったら氏子世話人が適任じゃないかって思って、ちょっと推薦してくださった方がいて、で、まあ、ちょっと自分はね、もう17年前28歳ですけど、氏子世話人っていうのは20代なかなか、ね、経験できるもんじゃないんですけど、まあその時世話人で、僕の次に若かった人から63歳の方だったんです。当時63歳ってことは今はもうね、80歳超えてると思うんですよね。その方がね、僕を事務局長だから今の池田さんと同じ立場に僕を置いてそれ僕は28歳でその社殿修復工事事務局長をやってたわけですよ。だから事務局長って何やるかっていうか、もうで今やってるか分かると思いますけど、お金の管理なんですね。お金を全員勘定だから、当時その世話人会、土地の売買をしたんですよ。経済多分ね、僕の人生の中で一番高額だと思いますね。土地がね、もう最初はね、横浜市寄付しろって言ってたんですけど、またね、僕の親族の小川兵庫っていう、親族ってちょっと家柄は違うんですけど、まあ、小川家もまた複雑なんですけどね、兵庫さんっていう人が総代で、その人がまたすごい、なんていうか、交渉力の、土地取引に対する交渉力があって、僕はまあそれを目の当たりにしながら、その取引の場面にいたんですけれども、住宅地扱いで売れと、宅地扱いで売るとですね、すごい金額になるんですよ、土地、お宮の境内って広いですから。で土地取引、まあ、そういう お宮のその何ですか、が、1億7000ぐらいで売れたのかな。でそのお金を元手にして、まあ、当時、ね、ボロボロだったんですよ、本当に。
まずね、社務所がなかったんですね。今ね、金沢八景さん社務所でやってるでしょ。あれがなかったんですよ、うちのホームレス移民者には。でなくて、その社務所を作ろうと、言ったらもう大反対にあってですね、地元ので僕が所属してた、隣の自治会の二丁目政府って自治会がですね、もう大反対してですね、もうそんなだったら氏子をクビにするって言い始めて、でもう二丁目政府の隣にあった僕、旭川岡っていうところの氏子だったんですけど、そこの旭川岡を右へ習いでクビにすることが確定になっちゃったんですね。だから僕はもう氏子世話人生命は立たれることが分かってて、この何ですか、本村新名社を社殿修復をですね、強行した人間の一人なんですよ。だからもう本当、自分の世話人人生がこれで終わるっていうことを分かっていながら、これはもう、でもちょっと後世に自分らの子供たちに、このお宮はちゃんと修復した方がいいよねって思って、社務所を作ったんですよ。で、その社務所を作った横に、まあ、いつもね、夏祭りの時に、舞台に、ね、神楽殿っていうのがあるんですけど、神楽殿っていうのが、まあ、修復してですね、きれいにして、神楽殿っていうところも新しくしたんです。で、その神楽殿が、実はですね、これ家庭倫理の会ってご存知あります？家庭倫理の会っていうところのですね、今ね、会場になってるんですよ。うん、で、僕はいいですか、地元に学び屋を作りたくて倫理法人会入って、朝日に短会作りたいっつって、倫理法人会入ったんですよ。ところがですね、小村新名社というのは歩いてもう行ける距離なんですよ。そこで、はい、共有切ります。あ、ちょっとごめんなさい、切れちゃった。まあ、小川さんの話してる様子が皆さんに見えないの。あ、どうやるんだこれ。ユーザー、あ、はいはい、出てきた。出てきたけどこれ、あ、で、あ、出ました。はい。はい。これで。うん。あ、はい。はい、音声になってる。あ、はいはいはい。あ、ごめんなさい。はい。はい、立ちましたね。はい、共有停止した方がいいな。はい、まあ、何が言いたかったかというと、家庭倫理の会っていうのをが実は、自分が修復したお宮でやっていた。でそれを知らないで僕は、倫理法人会入って自分の地元でお宮、まあ、後継者育成の、まあ、経営者が学び屋を作った方がいいということを考えて、まあ、活動していた。ところが全然倫理の勉強っていうのは歩いて行ける距離でできたという、まあ、うちですね。で、何が嬉しかったかっていうと、17年前は今川自治会って言って全然違うところでやってたらしいんですよ。で、僕はね、あ、僕はなんていうかな、そのね、社殿修復して、その、あ、はい、社殿修復して、その家庭倫理の会が自分が作ったその神楽殿でやる ところに移ってきたっていうのを知らなかったんですよね。で、これがだから要は学び屋を作ろうと思ってたんだけど、実は自分が17年前にもう作っていたっていうことがすごくなんていうか僕鬱になってたんですけど、その事実を知ってですね、すごい自分すごいことやってんじゃんと思って、鬱からすごく復活してしまったっていう、まあ、ここ数ヶ月、今日ね、本当、希望書、実はね、やめた理由はね、僕がね、未来の子供たちに明るい未来を、ね、提供できないけど、自分のこと、すごくね、落ち込ませてしまったんですね、自分のことが、もう、
で、それでもう、これはちょっとね、こんな顔で子供たちの前に出られないなって、怖くなっちゃって、で、もうあの仕事も辞めた時期が実は3月にあったんですよ。で、4月、皆さんね、ここの、あの来てる、あのモーニングセミナーに来てる人たちは、もうお分かりになってると思いますけど、もうね、本当、あのやばかったです。私の父親はもうね、不幸な生涯を遂げたんですけど、同じことをね、考えてしまいました。もうこの世に自分は必要ないなって、ちょっとね、すごく落ちた時期があったんですけれども、その中でね、もう本当、ここの阿寒会長が、小川さん、一度倫理指導を受けられた方がいかがですかっていうふうに勧められてきて、まあ、その時はですね、倫理指導は僕はね、今はちょっと何を言われても入ってこないから、ちょっとあの僕が復活するまで待ってくださいっていうふうに阿寒さんに言ったんですよ。でその時に、あの僕が出向いたのが本村新名社で、でその本村新名社の神楽殿に行くようになって、その家庭委員の会っていうのがなんでここに移ってきたかっていう事実をですね、知ることになって、自分はあなんか17年前に自分やるべきことやってたんじゃんっていうふうにね、思ってしまったわけです。まあちょっと、キャンドルの話っていきますか。でまあその、お宮で僕はまあ17年前にやって、まあこのお宮ね、またねしょぼかったんです。もう すごいしょぼいお宮だったんですよね。どうやってこれ共有を外すんだ、新画面だというか、はい、共有、はい、ここね、これ、あ、こちらのこれ、はい、はい、はい、こういう、こういう、はい、で、なってますね、はい、すいません、まあ豆まきっていうのを、2月3日に、宮司さん、あ、ごめんなさい、ここでいいです、これです、はい、はい、ここでいいです。豆まきっていうのをね、まずね、社務所を建てるとこから始めた。で、社務所に、宮司さんに入ってもらった。それも隣町の宮司さんで、実はね、その時はね、比叡神社の管理人やってる方だったんですよね。比叡神社っての管理人をやってると、管主として出世ができないから、社務所に入れば、管主として出世できますよって、ちょっと当時の、世話人たちがね、ちょっと交渉しに行って、それで隣の神社の管理人さんをね、移していただいて、その宮司さんが、まあ、このお宮をこう発展させるために、まあ、豆まきをやろうと。いうふうに、だから豆まきなんてもともとやってなかったんですよ。平成17年、茶殿修復が平成16年だったんで、平成17年から豆まき始めたんですけど、その時僕第1回の時に、上から20人で投げて、あ、20人もいないな、全員で大体20人いなかったんですよ、その豆まきって。上からもう、そう、上から8人投げて、下で8人で受け止めるって、その下の8人で受け止める、2人がもううちの長男次男だったんですよ。当時まだ小学生だった、お父さんこっちへ投げてみて、あ、こんな、ね、地元のお宮で豆まき、こんな小さい、お宮だけどいずれ大きくしてやるぞって、ちょっと野望が、こんだけね、宮司さん一生懸命頑張ってんだから、もうこのお宮を大きくしなきゃって思って、それで、まあ、豆まきをね、ちょっとね、盛り上げようと思って、ちょっとこれキャンドルナイトをね、豆まきの時やったらどうだと。元々はこれ同じようなイベントを泉区でやってたんですよ。泉キャンドルナイトっていうイベントがあって、僕それのボランティアで参加して、これ面白いなと。でこの泉区のキャンドルナイトに使われてる俳優が、もう当時旭区も俳優、飲食店の俳優がもう協力してましたから、旭区の俳優協力してんだから旭区でやらせてくれっつって、まあ、今日ちょっと資料でお渡ししてるんで、これ、今ちょっとやってたんですけどね、この、横浜環境活動賞を僕、この後受賞するんですけど、
平成28年に横浜環境活動賞を受賞した仲間のこの3人のうち、この I love 横浜っていう、団体 の, あの3人のうち右側のやつが今女ってやつなんですけど、この今女ってやつに、あの会場装飾担当でもうすごくこうアートに関してはかけてるやつなんでね。でそのこの彼がですね、あの飲食店 の, この俳優を集めて、キャンドルを作るっていうのをやってて、この今女に、まあこれ俳優をね、再生できるんだったら、あの朝日の俳優使わせてんだから朝日のイベントやらせてくれと頼み込んで、それでまあやり始めました。で、今これパワーポっていうか資料を見ていただければ分かると思いますけど、2016年からやり始めて、2019年までは、協賛金集めてません、自己負担でやってます。で2019年これちょっと見てもらえ、2018年かな、18年見てもらえると分かると思いますけど、これ18年の右上、多分ねこれで1000人いってます。もう16人ぐらいで始めたあの豆まきのイベントですけど、多分ねこれね、俺の予想だとこれ2018年は1000人超えてると思います。もうこれ神楽殿の上から見た、あのこの要は豆をまくわけですよ、神楽殿の上からまくときに受け止める子供たちの様子なんですけど、もう本当、ね、ありのように子供たちいるでしょ。ここまでね、なんとか持ってきました。で、あの神奈川区でもね、キャッチフレーズっていうか、なんか ビジョンビジョンが大切だって言ってるでしょ。毎年だからこう、あのビジョンが大切だって講話があったんですよ。そういう講話があったね、ありましたよね。でその毎年こういうふうにちょっとビジョンをね作って、それであのちゃんと土地を重ねていくとね、あのそれなりにこう人が集まってですね、イベントは。でちょっとこれはあのチャットの方でも資料共有できるから、あのごめんなさい、これこういうのですチャットにもあの資料、これね、当時のチラシをですね、僕あの参考資料であのここ作ってるんですよね、あのこれの方に。でチラシにこれあの2020年の時に協賛金集めて、この協賛の 会社のがここ載ってるでしょ、ね、16社協賛してもらってます。これ何人で集めたと思います？何人でしょう。さて、ね、補給人はね、結構いるわけですよ。いたわけですよ。だけど、この16社は全て僕一人で集めてます。それで、ね、あの16社あの集めたから、まあちょっとこれね。自分が集めたから できる、ことで、あの、あれ俺ちょっとあれ解説しちゃった？あいる？いらっしゃいますか？共有はされてないです。共有はされてない。このね、資料を皆さんに共有したいんだけど、あのチャットにこの件にこうしたらいい。こうすれば。これを開いてくださ い、はい。で、こっちに見せるか。一回？こっちに見せる。はい。あ、画面の表現。はい。で16社あのパンフの集めて16社すごい、結構すごいとこが協賛してくれてるんですよ。高梨さんとかね、坂本さんって。で、ちなみにですね、こういうあの資料を配布するときは、まあこれ載せていいですかっていう風な感じであの16社には確認取るわけですね。だから僕が一人集めてるからこれ確認は取りやすかったわけですよ。で
中にはですね、これ一社結構手仕込んであって、あの共有あの載せないでくれっていうところもありました。で、中にはですね、今日ね、これあの皆さんご存知かどうかわかんないですけど、旭区では結構有名な二重交通さんっていう会社があるんですけど、二重交通さんはですね、お祝い金をね、包んでくださってね、今日はこのお祝い金使ってあのタクシーでここまで会場まで来ました。で、あのタオルもいただいたんですけど、これはあの会の皆さんと共有したいと思います。社長どうもありがとうございます。で、あの49社で、あの1社あの参加会社求めてますんで、社長よろしかったら、あの新しいあの後継のね、あの学びの場にを作る、あの、あの協力にぜひお待ちしております。で、まだあと5分しゃべれるかな、こういうことをやったっていうことを僕小学校の授業で話したんですよ。で、今日はちょっとね、せっかくエコキャンドルの話をしたんで、これあの教材です。1人1個取ってください。はい、エコキャンドル。はい、このエコキャンドル、何が違うでしょう、普通の100均で売ってるキャンドルと。わかるでしょ。はい、はい、はい、いいですね。さすが倫理っぽくていいですね。物理的な問題があります。ね、これね、実はね、燃焼時間がね、4時間から6時間持ちます。で、普通のキャンドルライトだと、メンテナンスって言って、途中で交換しなきゃいけないんです。100均のキャンドルなんか、あの一緒にこれ比べて、楽しんでください。100均のキャンドルなんか、40分で消えちゃうんで、あの普通のキャンドルライトの場合は、もう交換しなきゃいけないんですよ。これはね、交換する必要がないんです。一回もうキャンドル灯しちゃったら。で、あともう一個、はい、はい、共有止めました。はい、で、あともう、今日は、ね、SDGs の話しようと思ったんでね、SDGs、まあ、これ、再生可能エネルギーを使ってるわけで、灰を使ってるわけですから、まあ、エネルギーにあーもっとクリーンに、ね、見えないっていう、まあ、そう7番。それから、まあ、人を集めてますからね、こうあのみんなが協力してくれて、街づくりを行動してくれてね、11番、それから、あの官学官、まあ、あのこれね、50周年記念事業としてあの、行政も巻き込んでね、区政推進課も巻き込んであのやったイベントなんでね、パートナーシップで、パートナーシップでこの17番ね、の、まあ、ゴール達成に協力しているわけですけども、さて13番、気候変動に具体的な対策を。これ なんかね、関係なさそうに見えるでしょ。なんで関係あると思いますか。関係なさそうに見えるけども、これね、小学校4年生にこれあの実際にこれ希望症 の4年3組に聞いたら即答でした。即答、みんなこれは分かってましたね。林業 の経営者の皆さんはあれですか、なんか思いつかないですか。俳優だから。はい、あ、そう、俳優だから。だから何なんだ。環境にそう、環境にいいんだけど、そう、今二酸化炭素って言っておっしゃいました。その通りなんですよ。二酸化炭素関係してるんですよ。で、二酸化炭素、これ出ると思いますか、出ないと思いますか。はい、あ、じゃあアンケート取ります。はい、二酸化炭素は発生すると思う人。はい、発生すると思う人。わ、さすが、あれですね、人魚の人たちは発生する範囲多いですね。二酸化炭素は、排出量ゼロだと思う人。排出量ゼロ、排出量ゼロ、両方あげましたか、もしかして。あげてません。両方、あ、じゃあ二酸化炭素は発生しないと、しない側。これ、ね、実はね、両方正解なんですね。排出量はゼロでカウントするんですよ。そういう取り決めをしてるんです、京都議定書で。なんでか、これ説明できる人はいらっしゃらないですね。両方手挙げないと、これ、多分説明できないと思うんですけども、そう、植物由来のものを使うっていうと、植物由来のものを使うっていうと、一旦ですね、二酸化炭素をこうカーボンを、地表上のカーボンを、吸った植物の方が分かりますよ、燃焼すると。つまり
地表上の、炭素を循環させてるだけだと思う。つまり地表上に化石燃料を燃やした場合には地表上の、化石 燃料を燃やすことによって地表上にないカーボンが排出される。だから植物由来のものは、燃焼しても、二酸化炭素が増えないよっていうふうな理屈を世界が、認めてるわけなんですよね。まあ、これが正しいかどうかはまだこれから実証されるという形になるとは思いますけど、今のところそういう形で植物由来のものがすごく推奨されている状況にあります。まあ、こういう話をですね、小学校4年生、の授業でさせてもらいました。まあ、お時間がよろしいところで今日は本当にありがとうございます。いただきます。